どうしてそんなことを聞くの？どうしてためらっているの？どうしてそんなに悲しい目をしているの？ここは。安心しろ。あの世ではない。僕は生きている。運がいいやつと言いたいところだが、楽観的な状況ではなさそうだぞ。覚悟！女、何の真似だ？その程度の腕で俺に切りかかるとはな。やめてください！なんだお前は。理由はわからないけど、やりすぎです。お前もやられてえのか？今はつまらない争いをしている場合ではないだろう。まず状況を正確に把握すべきだ。その通りです。一体ここはどこなのですか？さあな。俺が ここが冥府じゃないとしたら、一体。お前は死んだわけではない。それは間違いない。何よりの証拠は、私もここにいるということだ。イルカも気づいたらここにいたの？あの状況から誰がどうやって？さあな。だが命拾いしたからといってあまり安心もしていられないぞ。このじっとりとした圧迫感、これは、さっき。あの時死んでいた方が、まだ幸せだったかもな。あんたの言う通り、今はくだらない争いをしている場合じゃない。互いに情報を共有し合った方が得策だ。お前は？俺はギャリック、騎士団長だ。城攻めの最中、急に夜が来た。敵も味方も凍りついたように動かなくなったと思ったら、ここにいたというわけだ。夜か。確かに、私もあの瞬間全てが闇に包まれた。あんたの外見からして、遥か西方の大陸の人間だろう。そんなところでもあの現象は起きていたというわけか。ここがどこなのかも気になる。私の国なのか、それとも全く知らない土地なのか。それにここにいる10人はそれぞれがペアのようにも見えるが、いきなり切り合う連中もいるし、そんな単純な話でもなさそうだ。ペア？そんなはずはない。私とシャモはそういう関係ではない。むしろ。ペアの件も含めて、この状況、いろいろと興味深い。そう思わないか？興味深いだと？お前は警戒してるのか楽しんでるのか、どっちなんだ？どっちもさ、この緊張感がたまらないね。日々の生活にも若干飽きていたところだ。
気づいてるか。ああ、誰かに見られているな。おそらく俺たちをここに招待したホストだ。ただのパーティーに呼ばれたというわけではあるが、何を言ってくるか楽しみだ。各大陸から救護をされし最強の戦士たち、なんだ、人間？いや、違う。こいつ、一体何者だ？我が名は大弁者。拙者、勇者、シャモン、イルカ、アイト、マナ、ギャリア、アルト、そしてオーガ、バティ、ごついの長寿たちよ、真の戦士を決する闘技場、アルカ・アレーナよ、ようこそ。これよりお前たちには命を賭して戦いたい。命をかけて戦うだと？お前たちは二人で生きる必要。隣の者はその道を共にするパートナーとなる。無論ただで戦えとは言わない。最後まで残ったペアには不老不死の肉体を与えることも約束する。不老不死？僕とイルカがペア？アルカ・アレーナへの参加を拒否することはできない。また我が戦いを告げるとき以外での争いも禁ず。いずれも破ることがあれば死をもって償ってもらう。その前に答えろ、ここはどこだ？どうして戦わなければいけないんですか？質問に答える必要はない。戦えと言われて正直に殺し合うバカがいるか。お前を殺してここから出る、その方が手っ取り早い。戦いに参加する意思なしと理解すれば。いや、戦う意思はある。ただ俺の戦う相手はお前だ。お前たちはえり抜かれた戦士ではあるが、アルカ・アレーナを戦う資格はまだ得ていない。アルカ・アレーナに参加するためにはこの扉の外から指輪を持ち帰り身につける。指輪？指輪には戦士の指輪、共闘者の指輪、
その二つの指輪が資格の印となる。なんでそんなものを。いずれにしても従わなければ殺される。それだけは確かだな。とりあえずは言うことを聞いた方が良さそうですね。イルカ、どうやらお前を連れて進まねばならないようだな。こんな子供がパートナーと。イルカは行くの？あの扉の向こうに。ここでじっとしていても拉致が開かないからな。せいぜい足手まといにだけはなるなよ。